メイクのコツは、クッションファンデ購入失敗した時は代償がでかい、韓国コスメライターのチタです。はい、ということでね、今回は2021年ベストコスメクッションファンデ編をお送りしていきたいと思います。というのも今ね、すごいバランス感覚を保ってて、2021年にね、購入したりいただいたファンデが全部でじゃんこんなにもあります。全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で今破壊したやつ含めて13個ですね。この中から2021年に使い始めて良かったなと思ったものを3つまで厳選してお送りしていきたいと思います。てか黒髪さ、めっちゃ美人良くない？てかもうほんと青なんですけど、めっちゃ盛れるよね。てか顔が白く見える。まあそんなんどうでもいいとして、で今回はマット、ツヤ、セミマットから1つずつね選んでいこうと思います。その中でランキングっていうよりかは各部門の1位だけをねご紹介していきたいと思います。まず1つ目にツヤ部門ではネイミングのレイヤードフィットクッションを推薦したいと思います。このクッションね、めちゃくちゃ薄付きなんですよ。でネーミング自体はセミマットって言ってるんですけど、私的にはこれツヤ部門に入れてもいいんじゃないかなぐらいのツヤ感です。カバー力はね、正直そんなめっちゃあるってわけではないんですよ。ただこの薄付き感と密着力っていうのがめちゃくちゃ良かったので、おすすめとしてあげたいと思います。しっかりコンシーラー引いて、その上にこのネーミングして、でちゃんとパウダーを重ねたら全然問題なく使えるカバーの薄さです。普段お仕事とかバイトとか学校とかって行くときにデイリーでかなり使いやすいかなと思います。めちゃくちゃ密着してくれるんですけど、なんかファンデのね、あの塗ってる感、こってり感っていうのが全然ないんですよ。使い心地が良いので、毎日使いたくなるようなテクスチャーのファンデーションです。でね、一応 SPF も50プラスと B++++ でね、3つプラスが入ってるので、紫外線の方もしっかりカバーできるんですけど、なんかこうしっかりクッションファンデをね、こう裏でポンポンって落としてから使えば、あのメイク初心者の方でもね、こうムラなく使い勝手がいいようなテクスチャーとなっております。2つ目に紹介したいファンデがね、2つあって、うわ、ミュードかジャビンデソールかめっちゃ迷うんだけど、ミュードかな。セミマット部門ではあのミュードのハグクッションをね推薦したいと思います。でね、ミュードといえばね、皆さんマスカラってイメージがあると思うんですよ。今年結構ミュードのマスカラだったりと、冬にはねリップとかも登場したりとか、あとはアイグリッターとかがねかなり人気だったと思うんですけど、そこからハグクッションっていうクッションが登場しております。これはセミグローのテクスチャーなんですけど、このねネーミングのやつはあの別でね、あのレビュー動画をあのアップするのでいいかなと思ったんですけど、このミュードちょっともうあのレビュー上げる前にもうない中身が、これ何が良かったかって、セミマットのテクスチャーの割にはカバー力が高かったです。セミマットとツヤ系ってどうしてもカバー力薄いんですよ。だけどその中でもカバー力がしっかりあったから良かったっていうのと、落ちにくいし、よれてもよれ方が綺麗っていうのがめちゃくちゃ良かったです。なんかどういう意味かっていうと、ツヤ系のファンデーションとかセミマット系のクッションファンデって塗った後摩擦でここだけねゴワゴワによれたりとか、あとは油を霧吹きシュッシュってやったかなみたいなデロッとした落ち方をねするファンデーションも、ね、中にはあるんですよ。だけどこれは本当になんか落ちたか落ちてないか分かんないぐらい落ち方が綺麗です。このミュード自体もコンセプトとして肌を厚塗りして腫れぼったく見せてこう綺麗にするっていうんじゃなくて、元々の肌私こんな感じで綺麗ですよみたいなナチュラル映えとかでクワンク漏れをかなり意識した製品なんですね。なんでまさにそれがそのよれにくさだったりとか密着力の高さとかにね出ているアイテムだなと思います。これはねもう一個買ってもいいなって思うぐらいめちゃくちゃヘビロテしてました。液量別にね少ないわけじゃないんですよ。15g入ってて、他のクッションファンデと一緒なんですけど、マジで1ヶ月半ぐらいでなくなりました。そんな勢いで使ってたってことかな。カバー力足らない分は5ポンポン重ねることで使用できました。カバー力を重ねていく感じで使えたんですけど、私がねあのすっぴんちょくちょく動画で出してると思うんですけど、あのぐらいだったらねこれコンシーラーいらずで使えましたね。なんで私のあの赤みとかあのニキビ跡ちょっと隠したいぐらいとかだったら全然コンシーラーいらずでこれを使用できます。で最後にマット部門で紹介したいのがじゃん、前回動画でもアップしてるミルクタッチロングラスティングマットカバークッションですね。これは本当に良い、もうチューしてあげてぐらい良いです。これは本当に人様におすすめのクッションファンデーション何って言われたらまずこれを提案するぐらい今一択でおすすめですね。で私もともとマット肌のクッションファンデの方が好きっていうのもあるんですけど、このファンデーションのいいところは凹凸をなくしてくれることです。もうこれが一番大事、私の中で結構。っていうのも私この辺ね毛穴結構目立ちやすいお肌なんですよ。穴がねもうヤッホーみたいな感じでしっかり開いてるのが肉眼でも見えるぐらい毛穴が結構広がりやすいんですね。なんかほてりやすいっていうのも結構あって、このねミルクタッチのロングラスティングクッション、
動画で説明した通り3種類の 3D パウダーっていうねサイズの違うパウダーが入ってて、そのね各々が毛穴だったりとか、まあ、その凹凸部分にしっかりと入って毛穴レスにしてくれるんですよ。もうツヤンって感じにしてくれるの。そのタイプでいくとこのアイビムのベースカバーフィット 3D クッション、これもね同じような効果があってめちゃくちゃ好きなんですけど、これちょっとテクチャーが硬かったのでだけこっちの方がおすすめかな。でも全然これもおすすめです。これ TikTok 上げたらめちゃくちゃ大バズりしたから、よかったら私の TikTok も見てください。このミルクタッチのねカバークッション、あの仕上がりがマットなんですけど、ここだけパウダー欲しいかなぐらいのツヤ感です。結局ねどんなマットクッションも絶対にパウダーいるって私は思ってるんですけど、ここだけでいいのはまあありがたいかなって感じですね。最初ね塗ると、あなんかちょっと硬い、使いづらいって、ね、思われるかと思うんですよ。そうじゃなくて、これはマジで泥団子作るのと一緒で、磨けば磨くほど綺麗になる、叩けば叩くほど綺麗になる。でもでめちゃくちゃパッティングしてあのメイクすると本当に綺麗な肌に仕上がります。だからもしこれ持っててなんか使い心地微妙だったよっていう人は多分叩きが足りてないです。もっと叩いてください。もうみたいな感じも叩けば叩くほど綺麗になります。これは、まあ、詳しくはねあのこれのね詳細をアップした動画でどういう効能があるのかとかね見てくださったらいいかなと思うんですけど、ミルクタッチマジクッションファンデ外れないんだよね。今のところミルクタッチから登場してるクッションファンデーション全部購入してるんですけど、マジで外れがない。でも前回のシルバーパッケージのやつよりこちらも私は好きかな。マット肌好きなんでぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、今年1年かけてこんだけのクッションファンデーションを開封してきたんですけど、まあ良かったのは今紹介した3つかなと思います。どれもやっぱり特徴があって、例えばもうツヤの光沢感だけで選ぶならクリオのディルカバーグローフィッティングクッションだし、ナチュラル映えっていうとこだけもうカバー力マジで無視していいんだったらジャビン・ルーソールのやつだしみたいな感じでね、各々やっぱり特性があってその時々だったりとかメイクの仕上がりとかによってね選ぶのが好きなので、別にこの3つが良かったからそれ以外が微妙だったってわけではなくて、バランスっていうところで見ていくと、まあ、ツヤだとネイミング、セミグローだとミュード、とマットだとミルクタッチのこの新作が良かったよっていう感じです。ぜひぜひね今日ツイッターの方で9点さんアップしてたんですけど、年末のねあのお年玉クーポン的なイベントやるらしいので何買おうかなってある程度目星をつけておかないと、目代わりと同様ねあの人気のアイテムはすぐパンってなくなってしまうので、ぜひチェックお早めにしてあのお気に入りにね入れておいてください。でねまたねお年玉のねイベントについても動画アップできたらなと思ってますので、ぜひぜひ参考にしてくださったら嬉しいです。ということで今回は私がおすすめする2021年のクッションファンデーション部門をご紹介していきました。ぜひね皆さんの参考になったら嬉しいです。今回の動画面白かったよ、参考になったよって方はぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。またね10万人行くまで毎日投稿してますので、共有してくださったら嬉しいです。ではまた明日の動画でお会いしましょう。アンニョー。